ございます。なんかちゃんと夜にやんの久しぶりじゃない？ずっとねできてなくて申し訳ない。やりたかったんだけどめっちゃボトボトしててずっとできなかった。ありがとうございます。こんばんは。ゆめたんと一緒かと思った。あ、ねえ、ゆめたんも22時半からやるって言ってたからね。さっきまで一緒だったんですけど別れました。本当に30分前ぐらいまで一緒だった。やること一緒、行動パターンが一緒だっただけでした。髪をね切ってきた今日。さっきめっちゃサラサラになった。なんか今回染めなかったんですよ。なんかいつもさ、なんか染めなきゃいけないお仕事みたいなのがあって染めることが多いで、染めると一緒に、まあ、前髪切るみたいな感じのことが多いんだけど、今回はちょっとしばらく別に染めなくてもいいっていうか、本当はこれぐらいの明るさでいたいんだけど、いつもちょっと暗めに結局しなきゃいけないお仕事が入っちゃって、暗くすることが多いから久しぶりに染めないのに美容室行った。でも前髪の癖がめっちゃ強すぎてそっちの方が気になっちゃって、髪の明るさより。今日は前髪の宿毛と前髪切るついでに、なんか後ろもなんかね、そのさ、クーポンみたいなのあるじゃないですか。そう、ネット予約みたいなした時に、私は前髪の宿毛矯正がしたくてそのクーポンを使ったんだけど、どうやらそのクーポンの中にカットが含まれてたらしくて、私は前髪カットのつもりでそれを選んだんだけど、なんか後ろも切れますよみたいな感じだったから、じゃあ久しぶりにちょっと切ろうかなって1センチだけ切ってきた。なんかあんま長さ変えたくなくて、毛先の傷んでるとこだけ切りたかったから1センチぐらいだけ切りました。別にその1センチ切るためだけに美容室行ったわけじゃなくて、そう、なんかすごい誤解されてたから、前髪1センチのためだけに美容室行ったのすごいみたいな、すごい美意識みたいな言われて、違う、さすがにそんな髪の毛1センチ切るためだけに美容室行かないですよ。前髪の宿毛矯正が一番メインと、前髪切りたかったけど後ろも切れるよって言われたからちょっと切ってきた。そう、どうするって言われたから、じゃあちょびっと切ってくださいって、ちょびっとだけ切りました。でもおかげで毛先の傷んでるところがなくなったからめっちゃサラサラになりました。嬉しい。1センチいくら、いくらだろう。でも宿毛も含めてだからね、1センチ切るためだけにお金かかってるわけじゃないから。そうなんです。1センチじゃないけど切った。あ、おそろい。そう、髪色ね、でもこれは染めてない、あの普通に前回暗く染めたやつの色落ちです。でも本当はこれぐらいの明るさで全然保ちたかったから、久しぶりに染めなくていいしばらくと思って、結構明るい。絆創膏、そうなんですよ。先週さ、皮膚科行って薬もらってとりあえず過ごしてて、でなんか4日後5日後ぐらいにまた来てくださいって言われたから今日行ったんですよ。で行ったら、腫れは引いてるけどまだ赤いね、もう1週間お願いしますって。もう1週間絆創膏生活になりました。そうなんです。似合ってていいね絆創膏。違うよね、髪の毛だよね、似合ってて、って絆創膏似合ってていいねじゃないよね。そうだからまた薬をもらってきて、今絆創膏傷が、あ、本当？これはね、まあでもさっきお医者さんで貼ってもらったやつだからしっかりした絆創膏っていうから、そのガーゼに薬が塗ってあって、それをこう何、布テープで貼られてるだけだからあんま目立たなかったかもしれない。そう、塗り薬塗ってるんです。そう、おできって書かれてるこういう。そう、でも直接塗っちゃダメで、絆創膏とかそういうガーゼとかに塗ったやつをこう貼っておいてくださいって言われた。そう、早く治したいんだけどね。
でもめっちゃ先週が一番流行ってたの。先週ちょうど、先週のちょうど今日がディズニー行ってた時で、ディズニーから帰ってきた後が一番腫れてて。そうなんですよ。でもそれに比べたら全然良くなった。もうそこまで腫れてもないし、なんかその火傷の跡みたいになっちゃってて、そう色がちょっとね、あの火傷の跡みたいな色になってたそう、早く治したいんだけどね。でももうそこまで腫れてはないから全然その隠せる、コンシーラーとかで隠せば全然多分あんま分かんないぐらいにはなりました。新春会の時目立たなかった。本当に？でも新春の時はねめっちゃ頑張って隠しました。新春の日なんか潰れちゃってて、朝ね潰しちゃって、そう潰しちゃって、潰れちゃって、そう中から出てきちゃってたから全然隠れなかったんだけど、目立たなかったならまあいいかって感じうん、絆創膏っていうね、え、新潟って絆創膏じゃないの？なんか地域によってね違うって言いますよね。言うけど新潟は絆創膏じゃない？違うのかしら。新春配信されてましたね。ちょびっと見ました、昨日眠れなくて昨日眠れなくてちょびっとだけ見ました。ちょびっとっていうか、あのちょびっとっていうのは楽曲だけ見た、 MC は飛ばしたって感じ。そう分かる、意外と早かったよね。分かる、なんかさ1週間後ぐらいに配信されるのかなって思ってた、勝手に。なんか次の日とか、次の日ぐらいにはもう配信されてたよね、新春恒例。意外と早くてびっくりでした。うん、ぜひ見てください。もうね、何が大変だったかって、あの周年のリハ、もともとさ、違う違う、新春のリハ、新春ってもともと3日の予定だったじゃないですか。でも3日ができなくって、でもいつやるか分かんないから7とかにリハしてたんですよ。そう、周年前にリハしてたの、新春のリハを。で結局21だったから、すごいめっちゃ時間空いたんだけど、結局リハやってからそう、でもその新春のリハやったのが周年よりも前で、でも周年とさ新春めっちゃセトリかぶってたでしょ曲。それが大変だったの。もうネタバレしていいよね、新春の新春の曲のネタバレもさすがにしていいよね。なんかあの別は変わらなかったんだけど、マックスが周年がワンハで新春がフルだったの。そう、2番あるかないかっていうのと、あと渡り鳥が周年は3期生も含めて全員でやったんだけど、新春は正規メンバーだけだったんですよ。昇格組の3期も入れての正規メンバーでの渡り鳥で、だから渡り鳥は私たちはそこまで立ち位置とか変わらないけど、人数が違うからその後ろに3期生がいた分をちょっとなんかこう広く使えますよみたいな、立ち位置ちょっとなんか3期生がいる分広げてたのをオリジナルの立ち位置に戻しますよみたいな。マザルテ、しかもさ、そう思い出いっぱいでもやってるから。そうなんですよ、だからさ散歩場覚えてるみたいな感じ。まあそんな変わんないっちゃ変わんないけどみたいな。それがね大変でしたね、とても。そうなんです。あとなんかその新春公演の日4期生が何人か見に来てくれてたんですけど、自然渋滞をやったんですよ、正規メンバーで。自然渋滞と渡り鳥を正規メンバーでやるみたいな瀬戸りだったんですけど、新春公演が。だから4期生さ、この前めっちゃさ自然渋滞お披露目でもうバチバチに踊ってくれてたじゃないですか。でしかもそれってもうさ年明ける前からさずっと練習してたの、4期生はその自然渋滞だけをずっと練習してて、でこうお披露目であのバチバチの完成度をさやってくれたんだけど、なんかそんな
そんな4期生が見てる前で自然渋滞をやるのさ、なんか折り目の2期生がいる中でやるより緊張したなんか折り目いる中でやるっていうことの方が普通緊張しそうだけど、なんか4期生の前でやるっていうことの方が緊張しました。しかも私たちリハ全然やってないから、しかもやったのも超前だし1回だけだしみたいな、だからリハも結構大変だったんですけど、当日の昼夜でさ、昼は思い出いっぱいやってて夜に新春だったんですけど、その昼夜のさ間の短い時間でリハやらなきゃいけなくて大変だったんですけど、まあ、なんとかなりましたね。そうなんです。ねえ、本当それも含めて赤組ぜひ頑張ったので見てくださいえ、でもこれね聞いてほしいのが、その新春公演書き初めをしたんですよ、一人一人なんか目標みたいなので、あの左利きの敵習字って左利きの敵ってか、日本語の日本語は左利きの敵左利きにとって敵なんですよ。あの普通に国語とかでもここがもうさ、国語ってさこう書きじゃないですか、右から左にこう書いていくじゃないですか、縦書きでもう全部ここが黒くなるわけ。そうで習字とかもさ、なんかこの何筆のさ先がなんか十字みたいなあるじゃん、十字十一字みたいな、この筆ってこうやってこう引くじゃん、なんか常にこの斜め角度を保ったままこう線を引くじゃないですか習字って。でも左利きはこうなるわけですよ、その角度でやれって言ったら。だからこうやって書くんだけど、で NGT には左利きが今私とマリナさんとナナミの3人なんだけど、ナナミとマリナさん習字右で書いてて、えぇ、ー、みたいな、私たちは左利きじゃないのまさかの、そうナナミとマリナさん習字は右なんだって、えぇ、ー、みたいな。そう今もう3人しかいないの、あ4期生はちょっとまだ分かんないけど、そう一時期左利きめっちゃいたじゃん、ななこさんとかテラヒナとかもさみんな左利きだったんだけど、今は3人しかいなくて。そうでもマリナさんとななみは直したんだってええと思って。そう私はあのまあ、おじいちゃんは頑張って直そうとしてたらしいけど、かたくなに断って左で貫き通しました甘えだって私中学の時茶道部だったけど、茶道も本当はさ全部その右手でやるものなんだけど、左手で通しました。茶道の先生とかいたけど、私左利きなんでって左でやり通した。私はもう本当に完全に全部左なんです。そうだね、習字はだから結構その右に直されてる人多いと思うんですけど、私は全部左でやってきたから、まさかのね。そう隣でナナミがちょうど書いてたんだけど、えナナミ右で書くのって思って、そう衝撃だった。嘘、習字が敵だと思ってるのは私だけだったでもそれなのに私2枚書かなきゃいけなくて、自分のなんかその習字とグループの習字もさ書かなきゃいけなくて、なんでこの習字が敵だと思ってる唯一の人間が2枚書かなきゃいけないんだよと思って、しかもグループのさ目標なんてめちゃくちゃ大事じゃないですか。そう私が書くより絶対自由舞子が書いた方がいいじゃないですか私が書くことにそこまで強い意味ってありますか。キャプテンだからはさ分かるけどさ、分かるけどグループのだったらよりなんか上手な人が書いた方が良くないって思ったんですけどでもその完成した2枚を見て、自分の目標のやつとグループの目標のやつを見て、グループの目標のやつの方が上手に書けてた結局ね、自分のやつはなんかさ4文字書いちゃったからさ、イコイノバって書いたから、なんかそれもあってか
それよりかはなんか新しいって一文字書いた時の方が上手に書けた。左で書いた方には良いんじゃないみたいな字が書けました。シュージャーの絵がポキめっちゃうまかった。ポキの見本に貼られてた。なんなら一番に書いてめっちゃめっちゃ上手。でもみんなうまかったよね。耳に子供ができて左利きだったら直させるのか。え、どう思います？まあ左利きで23年生きてきて少なくとも生きづらさしかないですけど生きづらさしかないですけど、でも別になんか直す方どうかと言われたらそうではないから、どっちでもいいんじゃないって。まあでもこの世の中右利きの人が暮らしやすいようにできてるよっていうことだけは教えてあげたい左利きで得することは別にないってことだけ教えてあげたい。何もないこの世の中は右利きのために作られてるから。スポーツやってると左利きはめっちゃ重宝する。まあ確かにそれはそうかもね。サウスポーとかね、それはそうかも。でも世の中は全部右利きのためにできてるみんなは意識したことないかもしれないけど、ハサミも専用の使わない。そうだから、うちに左利きのハサミしかないから、ここ3日間メンバーが毎日うちに来てたんですけど、みんなにハサミ持参してもらった私の家には左利き用のハサミしかないからこの家に人が来てもハサミ使えないそうなんだ。だからみんなにハサミ持参してもらった。もう本当に喫水の左みたいに全部左だったわ、そういえば、ボール投げたりとか何も直したことない。どの瞬間に聞きついて決まるのね。本当にね、物心ついた時には左利きだった、あ、そう、パパは両利き。私のパパも両利き。もともと左利きだけど、そう、右、うん、そう、もともと左利きだけど右に多分直されて、でも生まれは左利きだからどっちも使えるみたいなあ、そう、ハサミ使う、そうなの。だから3日間メンバーが毎日うちに来てくれてた。だからメンバーが来てない家が久しぶりすぎて、なんか逆に違和感、常に家に誰かがいる状態だったから。ここ何日か、え、来てよ。私さ、そう、そのね、今年の目標に憩いの場って書いて、その私のお家をみんなの憩いの場にしてほしいと思って、そう、みんなが普通に遊びに来てくれたりとかしてほしいなって思って、その目標を掲げたんですよ。で、まあ、そのまあ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 、もう本人にも言ってあるんだけどなんなら今日さっき本人にも言ってあるんだけど、これこれこういう理由があってミユの家にいたんだけど、もう全部本人に喋ってあるんだけど、まあここでは言わないようにしておきましょう、察してくださいそう、それででもなんかまあそういう理由があって、うちに3日間メンバーが来てたんですよ。ででも私の家って何、カーペット敷いてなくてフローリングなんだけど、そもそもそのフローリングを張り替えててね、その元あるフローリングの色がちょっと色が濃い系で、なんかその私の好みの色じゃなかったから、その今さネットで売ってるじゃないですか、クッションマットみたいなやつ、そのフローリングの柄のなんかクッションマットみたいなのって売ってるんですよ。だからそれをその引っ越してくる時に全部パパに張り替えてもらったんですよ、床を。そうだからもう私の家の床は私の家の床でしかない。そうそう、だからでもその張り替えてる分冷たくはないんだよね、床が。フローリングだけどクッションフロアでできてるから別に冷たくないんですよ。
そう、全部。ちなみに言うとこの壁も張り替えてる。元の壁の色これじゃない。そう、壁も床も全部張り替えてから引っ越してきたから。そう、だからその床が冷たくないんですね、フローリングだけど。だからカーペット敷いてなくて。そう、でもクッションなかったのよ。クッションもなければカーペットもないから、実質だから床に座ってるみたいになっちゃうのね。床じゃないんだけど、クッションフロアだから床じゃないし冷たくはないんだけど、でもそのカーペットもなんか絨毯みたいなのもクッションも何も敷いてないから、実質床に座らせちゃうことになるんですよ。そう、だからちょっとさ、せっかくさメンバーに来てもらうのにさ、なんか床に座らせんの申し訳ないなと思って、まあ結局それで結局3日間は過ごしてもらったんだけど。そうだから、あ、もうこの際もうその今年の目標に憩いの場ってそのつけたのであれば、もういつみんなが来てもいいようにクッションを用意しようと思って買ったんです、クッション。でそれがちょうどね昨日届いて今日さっき開けたの。めっちゃ可愛いから見てくれる？今ここにあるんだけど今そのクッションがここにあるんだけど、超可愛いから見てほしいの。ででーん、食パンなの。これめっちゃ可愛くない？食パンなの見て、可愛い。そう、みんながいつ来てもいいようにクッションを買ったんだけど、食パンのクッションにしたんだ。超かわいいでしょ。でね、これね、なんでこんなに分厚いかっていうと、ここに4枚入ってんの。超かわいいから見てほしい。これカバーなんです。こうやってね開くとね、見て食パンが1枚食パンが2枚食パンが3枚食パンが4枚出てくるの。めっちゃ可愛くないこれ4枚切りなんです。え、超可愛くないこれそう、この4枚の、でもちゃんと1枚1枚も割と厚みしっかりある。そう、4枚の食パンがこのカバーに入れると1つのでっかい食パンになるの。一斤、一斤になるんです。めっちゃ可愛いよねこれめっちゃ可愛い。すごい、これねずっと買おうか迷ってたんだけど、まあでもうちに人来ないしなと思って買ってなかったの。でも、まあ、今年になってすごいメンバーがたくさん遊びに来てくれるから、じゃあ買おうと思って。そう、でも昨日届いたものだからさ、昨日届いて今日開けたものだから結局間に合ってないっていうこの3日間メンバーがうちに来てくれたのにちょっと間に合わなかったんですよね。だからまあ次の機会に、まあこれからメンバーをたくさん呼ぶつもりなので、これからきっと使ってくれる機会はいっぱいあると思って。はい、めっちゃ可愛いよね。そうだから買おうかずっと迷ってたんだけど、これを機に買ってみました。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。ちなみにこれね、なんかトーストされてるバージョンもあったの。なんかここが茶色いやつ、でも白の方がめっちゃ食パンって感じだったから、これにしました。そう、トーストされてるバージョンも売ってた、選べるみたいな。目玉焼きのクッション、え、なんかね目玉焼きのね、ブランケット売ってて、同じサイトにそう、目玉焼きのブランケットも売ってた。かわいい、いい買い物をしました。だからでもこれまだメンバーに見せてないの。だから早く遊びに来てほしい早く遊びに来てほしい、メンバーに。そう、なんかね座椅子も売ってたんだよね、食パンの座椅子も。そっちも迷ったけど、なんかそっちのこういう4枚セットのやつもあって、1万ぐらいしたらさすがに高いと思って、じゃあ座布団にしました。まあ座布団でいいか。そうで、だから人が来た時はこの4つでこう座布団にできるし、その人が来てない時は普通にさっきみたいにでかい1個にまとめておいて、なんかクッションにできるみたいな。普通に座布団としてじゃなくて、これをクッションとして使えるみたいなやつで。そう、
からみんなまたお家に来てほしい。初めて出した今これ、今日さっき開けたばっかりだったからめっちゃゴミついたけどねめっちゃゴミついたけど、そう、本当に可愛い。そうだからメンバーがその来るからお片付けも頑張ったし、そう、でも嬉しい。その今まで日記ドラはナナミ以外は来てくれてたんだけど、この3日間でナナミも来てくれたし、あとレイちゃんもずっと私の家に来たいって言ってくれてて、レイちゃんも昨日来てくれて一瞬、そうで、レイちゃんがその後帰った後 LINE くれて、ミユの家めっちゃ居心地よかったって言ってくれて嬉しい、また来てって思いました。そう嬉しい。そう、ななみも来てくれたし、あれこれは今か、そうなんですよ。そう、そうだ、そう、れいちゃんね、そうなんです。最初に私の家来てくれた時は私があの外に出られない状況だった時だったから、せっかく来てくれたのに家の中に招待してあげられなくって、やっとお家の中に呼べました。そうなの、もう多分これからいっぱい遊びに来てくれると思う。なんかめっちゃ可愛いのが、私の知らないところでミユの家に行きたいって言ってくれてた、夢に。そう、なんか夢のやつはミユんちで作ろうかなみたいな言ってたらしくて、もう夢本人に言ってんのもおもろいんだけど、でもその当の私には言ってなくてめっちゃ可愛くないですか、全然全然来てみたいな、なんならそのつもりだったけどって感じだったんだけど、めっちゃ可愛くないですかまだ来てない人、ニキドラはもうこれで全員来ましたね。とまりなさんとみはるさんとひなたさん、1期生3期生もまだ誰も来てない。でも呼びたい、呼ぼうと思ってる。見てしまえた、かわいいなぁカリキが自分の家みたいに、あ、そうなんですよ、そうなんですよ。でもいいよって、全然嬉しいって。そう、全然みんなに来てほしいと思ってるから嬉しい。そうだからその3日間の間に鍋パもしたし、そう普通に楽しんでた普通に楽しんでた。なんか嬉しい、みんなが遊びに来てくれて。そうまだね、でもお泊まりはしてないんですよ。お泊まりはしてないんだけど、みんな朝に帰ってくそれは実質泊まりではって感じなんだけど、その泊まりはしてない。でも朝に帰るんだけど、あの寝てはない、あの夜通し喋ってる夜通し喋って、あ、朝だね、帰るわみたいな、なんかもうその感じだから、泊まりはしてない。そう夢とかも泊まるために歯ブラシまで持ってきたけど、泊まってないから自分で歯ブラシ持って帰ったそう布団もねあるんですよ、その妹がたまに泊まりに来たりするから、そう、それ用にその布団は全然うちに置いてあって、全然泊まろうと思えば泊まれるんですよ、寝れるんですけどね、まだ誰も泊まったことはないです、はい、そう。でもこの前はここのこのソファーそんなにでかいわけじゃないんだけど、このソファーにひのとさあやと私が3人でここに座ってたとか全然ありました。そう一期生とは焚き火しなきゃ、そう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 なんですよ、一期生とは焚き火するどこでしようかな焚き火台持っていかなきゃ。そう仲良しすぎない、わかる、本当にそうなの。3日間家に通ってたはやばくない普通
通にただいまだった、うん、とそう仲良しすぎだよね。じゃあ普通に遊びに全然いいんだけどさ、だってリハただでさえリハで一緒にいるのに、リハ終わった後ラーメンも一緒に食べに行くし、家来て鍋パもするし、あでラーメンと鍋は別日だけど、そう分かる、仲良しすぎだよね。ゆめちゃんが耳の家にチキンラーメン忘れたって言ってた。え絶対嘘だよ。あえんベビースターのこと、んベビースターならそこにある。追後輩連れ込むのが目標。そうだね、誰が一番最初に来るかな。全然誰でもいいんだけど、でもやっぱさ後輩と一対一とかはさちょっとさすがに気まずいかもしれないから、なんか先輩も一緒に鍋パーとかタコパーとかいいかもね。甘いもの連続で乗せてたのに急にラーメン。昨日はあそうですね、クレープ食べてラーメン食べてスタバでした。ちょっとあのチャットに載せた順番はスタバラーメンだったんだけど、本当はラーメンスタバってか甘いしょっぱい甘いでした実際は。そうなんです、髪切ですね、ありがとう。今日美容室行ってきた。ゆうな来そう、確かにゆうな来てほしい、全然来てほしい。確かに一番ゆうなが一番来そうだな、最初にご飯とかは全然一緒に行ってるから、うん来てほしい。全然誰でもいいけどね。嬉しい、だから憩いの場って宣言した2日後ぐらいにもうメンバー来てくれた。2日後ぐらいにもうメンバー来てくれて嬉しいです。ね、そうなんです、早速叶えられて嬉しい。頑張って片付けた甲斐あった。なんかそのゆめが言ってたんだけど、なんかみゆの家はゆなこの家とはまたちょっと違う落ち着く感じでみたいな。ゆなこの家はなんかもうなんて言ってたかな、うわなんて言ってたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかみゆの家はなんか映えもできるって言ってた。あありがとうございます。ゆなこんちはもうなんか本当にいるだけで落ち着くって感じって言ってた。宣言するって大事だね、確かに。私がみんなお家に来てくださいって言ったから来やすくなったのもあんのかな、その憩いの場にしたい、全然お家来てって言ったから来てくれる、まあタイミングだけど、たまたまだったけど嬉しい。そうでもなんか全然タコパとか配信したいんだよな、ナペパとか。嬉しい。そう映えができる、なんかね床とか張り替えてるから、そうあと色が全部統一されてるんですよ、私の家具とかが。まあこんな色こんな色とかですよ、家の銃が全部。そうだからここでも映えるよってここに置いてなんか写真撮ってた。全然いつでも来てもらっていいですけど。タコパ見たい、いややりたい、めっちゃそう嬉しい。その去年買ったこのブルーノの鍋が生きて、まだ鍋パしかしてないんだけど、その上のプレートを変えれば何でもできるみたいなやつで、たこ焼きのプレート、たこ焼きのプレートと普通の鉄板と鍋があるんだけど、まだ鍋しか使ってなくて、た
こ焼きまだやってないからやりたい。楽しそうだよね。でもこの前その鍋ばしたんだけど、その時はなんか鍋のその野菜がさ煮えるまで待ってる間で全然なんか、まあ、普通に楽しいけど、多分配信とかしてたら絶対つまんなかったと思う作ってる間別のものを作ってたそれで鍋食べて、でも多分めっちゃ増えるから、そういう機会特に来月までめっちゃ増えるから1回ぐらいやりたいな。え、そう、そういえばそれで今日その美容室に行ってきた、ちょっと話変わっちゃうんだけど、美容室行ってきて、でなんか今日もさリハ前に美容室行ってきて、で今日もなんかあるのみたいな、お仕事、私たちもうさめっちゃ NGT のメンバー行ってるのね、みんな同じとこ行ってて、そう行ってるからなんかその仕事も理解してくださってて、美容師さんそうだからリハ前だったんだけど、今日もなんかお仕事あるのって言われたから、あリハでって言って、そうで、あの実はそのここにも来たことあるんですけど、古澤愛菜ちゃんがあさって卒業するんですよって言ったら、美容師さんそうまだ同じとこに行ってるんだけど、えーみたいな、そんな素振り全然なかったけどって言っててでちなみに夢もサーヤも同じとこ行ってんのねそうだからそれも全部美容師さんに言ったの、実はそのあさってそのマナが卒業するんですけど、2月にその曽我部ゆめちゃんと2月末に川越さやちゃんも卒業しちゃうんですよみたいな、で全員だからここ来たことあってみたいな話をしたら、やめないよねって言われたやめない心配されちゃったここに来た人からみんなやめていくとかじゃないよね、違いますたまたまです、心配されちゃった。そうでも同じところに行ってたから美容師さん、寂しくなるねって言ってた。そうでもさみんなさ新潟の子じゃないからさっていうのは美容師さんは知らなくて、えその子たちはみんな新潟、地元は新潟の子なのって聞いてきて、いや全然そう、でもそうだよね、でも新潟からは多分いなくなっちゃいます、そうだよねつまりその美容室にはもう来ないってことじゃないですか卒業したらちょなんかえごめんなさいみたいなお客さん減っちゃう、いやでもそうなんだよ、みんなさ同じところにさ行ってたからさ寂しい、うん、そうだからやめないよねって心配されたから、私はやめませんよって、でもやめても新潟にはいるのでって言ったわざわざ新潟で髪切らないでしょう、やめてからさすがにね、だからもう来ないんじゃないかなと思うけど、でも私はまあ地元も新潟ですし、やめても新潟に多分いるのでみたいな、まあわかんない、といってここにずっと住み続けるわけではないかもしれないから何とも言えないけど、その美容室に関してはねやめてからも通い続けますよとはちょっとさ分かんないけど、言えなかったけどやめてからも新潟にはいますとは言ったそうねえ、そうなんですよね、でもなんかそのめっちゃ考えますみたいな、その同期なんですけど、同期ってことも多分分かってんのか分かってんのかよく分かんなくて、
そう、その3人みんな辞めちゃう子たち同期なんですけどみたいな、なんかそれだけ同期の卒業が続いちゃうとやっぱなんか自分どうしようかなみたいな考えちゃってみたいなちょっとすごい美容室なのにすごい深い話しちゃってそうみたいな話をしたら、なんか美容師さんもその何ずっとここにいるわけではないだろうし、かといって自分がなんかおばあちゃんとかになった時に自分の店美容室を開くなんか想像もつかないしとか、なんかすごい深い話してたねえどうなっちゃうんだろうねみたいな、そなんか自分の周りにも美容師辞める人とかいるとやっぱその人が辞めた後何するのかも気になるし、なんか自分もどうしようかなってやっぱ考えるよって言ってて、ああそうなのか、なんかそうで、だからもし私が辞めたらうちの受付とかどうって言われてもちろん冗談だと思うけど、そう、あじゃあちょっと考えておきますって言ってそう、なんなら美容師さんとかになったら、私がもしも辞めた場合の話ね、美容師さんとかになったらって言われて、いやいやいやそれはちょっとさすがに絶対大変ですよねみたいな、美容師さんとかも大変なイメージしかないからさ絶対大変ですよねって、おーうーんでもやっぱ大変なのはどの職種でも平等だと思うみたいな、まあ確かにねそれはそうだよね、なんかどの業種であってもその業種ならではの大変さって絶対にあるから、なんか一概に大変、まあ大変なのは どれも一緒ってことですよね、向こうからしたらだってさアイドルとかめちゃくちゃ大変そうって話聞いてたら思うだろうしね、まあそれはそうなのかもなと思うんだけど、まあ、美容師さんにははいなりませんってそう言った、確かに美容師さんのハサミ左利きを、え美容師さんで左利きとかあんま意識したことなかったわ、でも普通にいらっしゃるよねきっと、確かにあんま気にしたことなかったわ、そう大変さの種類が違うと思うけど、まあどの業種でもやっぱ大変だよみたいな話してたそうなんです、でもほんとね何するんだろうって感じだよね、そうでもマナのさ卒業公演のリハをさ昨日今日ってやってたんですけど、もう終わっちゃって明日ない、明日リハなくないって、もうだから本番で、あと本番しかないの、どうしようって感じ、ほんと寂しいよ、寂しい、ほんとに明後日だって早くない、早くない、明後日だよレッスン上で、うん、なんか、うん、そうなのかな、私、うん、そうだ、一緒にリハをするのは、まあ、全然知らないとか行く人もいるかもしれないけど、リハをするのはラストでした、みんなで写真撮ったって言ったら写真が送られてきた、え待って見てたっていうレベルでさ今写真送ってくることあるそんなことある、写真撮ったって言った瞬間にブー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 全部送られてきたタイミング良すぎじゃない、さすがにあ、さっきマナちゃんあげて、あ、そうなの、今ちょうどマナから送られてきた、ちゃんもな明るい、そうですね、わかる、そうなの、マナもなんかほんと卒業 するぜみたいなするぜみたいな感じすぎて悲しい、ほんとそうなんですよね、寂しいね、そうでも、あ、そう、あの先週、ちょうど先週そのディズニーに行ってきたんだけど、でディズニーのお土産私ネットで買ったって言ったじゃないですか、それも届いたんです、このこれと一緒に、あの最初は全然別だけどたまたまね配送日が一緒で、そう一緒に届いて、さっき来たんですよディズニーのお土産、そうでね、ニキドラ9人全員で、9人いるじゃないですか、9人で全員のお揃いのお土産をね買ったの、そうなんか前髪クリップなんだけどめっちゃ今時じゃない、前髪クリップのなんか3個セットのやつが売ってて、
からそれを3セット買って、そう9個1人1個ずつ前髪クリップお揃いでね買ったの。それを今日配ってきた、ちょっと届いたから。そうだからさ、なんか見せれないじゃん、なんか微妙なラインですよね。ショールームは結構いけそうな気もするけどどうなんだろう。そうちょっとね、いろいろね、大人のね、そうあれがありますから、ちょっとあの見せれない、うん、難しいだけど、みんなでお揃いの前髪クリップにしたの。可愛くない？可愛い。しかもなんかその 3個セットのやつで全部それが種類が違うのね。でもその3個で1セットを3セット買って、じゃんけんみんなでじゃんけんして、あのはるかはいなかったから、はるかの分はれいちゃんがじゃんけん参加してくれた。そうでみんなでじゃんけんして、勝った人から好きなやつ選んでってやりました。なんか可愛いよね、全員でお揃いのさお土産買うとか。なんかそれこそ昔は、昔のなんかディズニーのお土産といえば、なんかこのさめっちゃセットになってるやつとかあるじゃん。なんかボールペンとかさ10本ぐらい入ってるやつとかさ、キーホルダーなんか3個とか4個とかセットのやつとかあったけど、前髪クリップってめっちゃ今どき。そう、それはねみんなで分け分けしました。そうでも本当になんかその9人、まあ、ディズニーは9人じゃないけど、あの9人でご飯食べに行ったりとか、なんか青が卒業、青が最後の卒業生だったの、そのマナまでの間、ニキドラ卒業生。そうだからさ、なんか9人でいる時間がめっちゃ長かったから、1年くらいあったから、なんか寂しいなって思う。うん、わかる。ディズニーのボールペン超懐かしいよね。なんかでかいでかいなんかやつついてる。めっちゃセットのやつとか、缶のやつとかね、あのなんだクランチだ、クランチとかあるよね。クランチは家用で買いました。家族から全部、家族からか妹から全部欲しいお土産送ってもらって、それ通りに頼んだから全部買いました。でもさめっちゃ重くて、持ってみたら、届いたやつ持ってみたら、うわこれ買って帰ったら多分無理だったかもっていうぐらい重たくて、いっぱい入ってた、てかいっぱい買っちゃった。逆にオンラインだから持ち帰ろうって思うとさ、荷物ちょっとでも減らしたいから少なく買うけど、オンラインだからと思ったら逆にちょっと買いすぎちゃったので、めっちゃ届いた。現地行ってもネットでお土産買いました、その持って帰るのが嫌で。だから本当にでも1週間かかったの結局配送されるまでに。だから急ぎのお土産とかは現地で買ってたけど、急ぎじゃないやつとかは持って帰るのがめんどくさいからネットで買いました、はい、親へのお土産クリップじゃさすがにどこに使うの。クリップはニキドラでお揃いにしただけで、親ってか家族にはなんかそのチョコクランチのでっかい缶のやつと妹に頼まれたやつ買ったよ。見てるか分かんないけど報告してみた、買ったよ。見てるか、いやでもこの時間だともう寝てますね、はい、私のお家は就寝時間が早いので、なんか帰ってびっくりしちゃった、こんな早かったっけ。ってかもう私がなんならみんなのことを夜更かしさせてたぐらいで、
私がまだ実家にいた時はもうちょっとみんな夜更かししてたよ。けどなんか最近実家に帰ったらもうみんな23時には寝てて、そうだからもう寝てるんじゃないかな。それかいやわかんない、たまに妹が勉強しながら聞いてる時ある流してるらしいとか、なんかママが見ながら寝ちゃって流しっぱにしてるのを妹が勉強しながら聞いてるとか、その自ら聞いてるわけではなくママがなんか流して寝落ちしたやつをそのまま聞いてるとかあるんですそうだからそう実質勉強しながら姉の配信を聞いてることになってる時もあるっぽいそう、でも多分私がいたから家族みんな夜更かしさせてたんだと思う。ごめんねまあだから結果的にはなんか全部良かったんですよ、一人暮らしをして。もうほんとだから最近そう思うことばっかり。そう、まあ、メンバーがこうやって遊びに来てくれるのもそうだし、向こうにとっても家族にとっても送り迎えとかがなくなったから楽に。そうでもこれがさ、例えばさ、こう去年、まあもっと早く始めてればよかったのもあるけど、でも少なくとも去年からしててよかったなと思ってて、だってこんなにさ1年でさみんなが辞めちゃうなんて思わないじゃないですかでもそのタイミングで自分がなんか一人暮らしをしていたから全然こうみんながお家に遊びに来てくれてたりとか出かけたりとか絶対できたし、もっと早くやってればもしかしたらそういう機会もっともっと多かったのかもしれないけど、でもこの1年やってたかどうかの方が結構大事というか、うん、って思うから、そう思うとちょうど1年経ったぐらいなんですけど、まあしてよかったかなって感じ、うん、結局すごいやってよかった。ね、本当にだからこの1年いっぱい思い出作れたから、 その分辞めるってなった時離れるのはめっちゃ寂しくはなるんだけど、そうでもやってよかったです本当に。だしなんかその今日の朝メールで、そのなんていうの、メンバーが全然お家に遊びに来てくれるのはめちゃくちゃ嬉しいし、その時間はずっと楽しいって思うんだけど、なんかいざ一人になった後に、あ、意外と気使ってたのかもって思う瞬間ってあるんですよ。別に嫌いとかじゃなくて、なんかどれだけその心を許せる相手でも多分その自分の一人の時間もないと両立できないと多分なんかこの心のバランスが崩れてくるみたいな感覚があって、そう、それで言うと多分それって家族でも同じことが言えるんじゃないかと思ってきて、そのメンバーじゃなくて、いや分かるよね、そうなんですよ、どれだけなんか心を許せててもやっぱそうだよね、一人の時間めっちゃ必要ですよね。なんかそう思うと家族も実はそうだったんじゃないかと思って、もう21年22年ずっと家族と一緒に過ごしてきたからそれが当たり前だと思ってたけど、いざこう一人暮らしをしてみたら一人の時間もできるわけじゃないですか。で実家の時私妹と同じ部屋だったから本当に一人の時間って多分なかったの、実家のお風呂ぐらいさすが、でもお風呂も妹と入ることもあったから、もう本当に多分一人の時間ってなかったんだと思う、実家にいた時って。そうって思うとなんかその一人暮らしを始めて一人の時間が作れたから多分メンタル面でなんか安定するようになって、2023年後半からすごい順調だったんじゃないかと思い始めたんだけどそう、でもその可能性ある、わかる。そう、それでめちゃくちゃ不安になったのは結婚できるのかどうかっていう話なんですよ。
結婚もそうだし、なんか同棲みたいな。そうなの、一人の時間作らない、誰かと一緒に暮らすって無理なのかなそう、いやそう、結婚願望はめちゃくちゃ強いけど、でもそうなるよね、なんか一人の時間をさ大事にしたいとかってなっちゃったらさ、できるのかなみたいなそう、一人になれる部屋があれば大丈夫、まあ、そうだよね、そうだよね、すごい思いました、それをなんか痛感してここ数日。同棲してても一人の時間作れる、確かに24時間365時間ずっとこの距離でいるとかじゃない一緒にいても疲れない人と結婚するんやね、うん、そうする、そんな人いるかな、いるかな、そうなんだよね、できるのかなっていうのをすごい、そう、本当にちょうど今日それを考えながらリハに向かってた何を考えてたんだろうでも本当に思ったんだよね、そう、しかもなんでその話になったか全然覚えてないんだけど、なんかメンバーの中でそのさ、うちに来てる時にね、うちの中でなんか好きな人ができて付き合うってなったらすぐに同棲したいかどうかみたいな話になったの。なんでその話になったか本当に覚えてないんだけど、めちゃくちゃ可愛くないですかそれいつになるのって感じなんだけど、なんかみんなでその話をしてたの。そうしてて、そのすぐにでも同棲を始めたい派の人と、いや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 みたいなタイプと別れてて、なんでその話になったんだっけな、全然覚えてないんだけど、そうなんです、不思議、でも本当に、でも私はどっちかっていうとすぐじゃなくていい派、すぐじゃなくていい派なんだけど、何の話をしてんの、何の話をみんなに聞かせてんのって感じなんですけど、すぐじゃなくていい派、ちなみに言うとみーちゃんの配信で誕生日を締められてる、あ、今日誕生日だったの、もうあと30分で終わっちゃう、おめでとう、おめでとう、素敵な一年にしてね、おめでとう、今日のお洋服の感じもありがとう、全然レッスン着だった全然レッスン着だったけどありがとう心にしまっておくことはできない、だって全部喋っちゃうんだもんっ逆にすぐの人が、うん、いたんです、誰とは言わないけど誰とは言わないけどいたんですよね、でその討論もしてた、マジ何の話って感じなんだけどえ、なんかいや、どうなんだろう、好きな人とだったら毎日連絡とか取りたいのかな、私はその経験がないからちょっと分かんないんだけど、普通にちょっと正直毎日連絡来たらめんどくさいと思っちゃうえ、でもどうなんだ、自分の好きな人なら来てほしいって思うのかな別になんか好きでもなんでもない人って言ったらすごい申し訳ないけど、人から毎日連絡来たらちょっとってなっちゃう先週久しぶりに攻撃で見た耳のパフォーマンスが最高でした、ありがとう、嬉しい、ありがとう、連絡来ないと不安でしょ、確かに好きだとそうなのかな、え、確かに
そんな経験なさすぎて悲しい。急に冷めた時が怖い。確かにね。なんか普通に私電話とかもあんま好きじゃないんだけど、好きな人だったら電話したくなるのかな。経験なさすぎてわかんない。どうなんだろう。基本は私は本当に人とあんま連絡取りたくない。普通に、普通にね。変わるのか、好きな人だと変わっちゃうのかな。女の子は急に心変わりする。それはだってみんなも一緒じゃない。あ、確かに一人の時間大事にしたいタイプは連絡はも取りたくない派かもしれないよね。それはそうかも。かおちゃんは連絡取りたい派のような、どうなんだろう。でも確かにそんなイメージもある。どうなんだろうね。我々で容姿変的な、そういうことを言いたかったんですよ。女の子は心変わりするからとか、みんなもだよ。時間が愛を育てるのさ。かっこいい。育てるのさ。でもこれさ、めっちゃ面白かったんだけど、なんかこれも本当なんかどういう話の流れでそうなったか全く覚えてないんだけど、うちにみんなが来てくれてた時にサーヤがここにいて、でなんか私が隣にいて、でなんかね、その前に話はあって、なんかあのヒノってサーヤのこと本当に大好きなんですよ。待って、めっちゃ可愛い。ヒノってサーヤのこと本当に大好きで、なんか他のメンバーが嫉妬しちゃったの。なんかヒノってサーヤのことしか褒めないよねみたいな。サーヤのことしか可愛いって言ってくれないよねみたいな。なんかそのみんなニキドラのみんなでご飯に行った時にサーヤが一番奥の角っこにいたんですよ。でヒノがなんかその対角線上にいたので、なんかさっきからヒノがずっとサーヤのことばっかり見てるんだけどみたいな。みたいななんか話があって、でもそれに対してヒノがそんなことないよって言いながらめっちゃ照れるのね。めっちゃ照れるから、ねえほらやっぱりサーヤのことが好きなんじゃんみたいな、なんか本当になんか中学生男子のなんか あいつあの子のこと好きらしいよみたい なんかそのノリで周りがすごい冷やかしてる感を想像していただいたらすっごいわかりやすいと思うんですけど、本当男子中学生みたいなノリでニキドラってめっちゃ面白いよね。そう、それでなんかもうなんかヒノはサヤのこと大好きなんだからみたいな。っていう話をしてて、でなんかその後うちに来た時にそのサヤがここにいて私がここにいて、なんかサヤの隣にちょうど私が座ってたの、ソファ2人で。そうここにサヤと私と2人で座ってて、そして誰かがうわペアシートじゃんみたいな、もうそれも本当に男子中学生のからかい方みたいな。ペアシートじゃんって言って、でヒノがここにいたら目の前にいてそれを見てて、そうほらヒノみたいな。マジでノリが全部中学生すぎて可愛い。そう、しかも全員女の子なのに。そう、それでなんかそう私とサヤがここでなんかちょっとラブラブしてたから、そのヒノが嫉妬しちゃうよみたいな、他の子がほらヒノみたいな言って、ですごいなんかヒノが目の前でめっちゃニヤニヤするから、そんなことないよみたいな、違う違う、なんだっけ、それで
え、なんだっけ、サーヤ、私サーヤと何してたんだっけな、ここにいたん、ここにサーヤと一緒にいて、でなんかヒノに何か言いながら、なぜか普通、ほんとこれ無意識なんですけど、サーヤと手つないでて、私がね、ヒノのことをヒノに、サーヤいいでしょうって言ったのかな、え、なんだろう、なんか覚えてないんだけど、なんか私がサーヤと手をつないだの、